ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。本日は白石の飲食店を紹介します。神に愛されている白石なんだぜ。イケスのなんかが食べたーい。ピチピチなんだぜ。あの店に行くしかないのよ。ついていくんだぜー。ゆっくり地元の飲食店紹介。本日紹介するのは、割烹川太郎です。和食店なんだぜ。うぷ主には高級店すぎて、何十年ぶりに行くんだぜ。懐石コース、季節のおでん、カツヨ、フグ、スッポン、鍋料理、寿司、うなぎ、十割手打ちそばなど、旬の素材を生かした和食店です。白い食育サポート店でもあります。駐車場も40台止めれます。白石は、身も心も駐車場も広いんだぜ。入り口に壺です。高そうな壺や食器があるんだぜ。何でも鑑定団に鑑定をしてもらうんだぜ。店内はこんな感じです。お食事席は、椅子席で、4名が3席、5名が1席、8名が1席、座敷で、4名が2席。宴会個室も、1階テーブル個室、1階座敷個室、1階テーブル半個室、2階テーブル個室、とたくさんあります。広々なんだぜ。宴会個室は5名から100名で、無料送迎バスもあるそうです。宴会にもってこいなんだぜ。店の中に、イケスがあります。生け捕りにしてやるんだぜ。店中央に庭園があります。和の心なんだぜ。お茶とウェットティッシュです。ウェットティッシュなのは意外だったんだぜ。レンタルおしぼりじゃないんだぜ。その代わり、そこらのお安いウェットティッシュではなく、ミントクリールなる、天然発火配合の、爽快な紙おしぼりです。本当だぜ。ミントの香りがするんだぜ。北見発火通称の10個入り220円もするんだぜ。うんちくです。国産うなぎ、美味しい天ぷら、10割手打ちそば、と、こだわりが書かれています。お財布が心配になるんだぜ。サラダ油の王様です。こだわりの麺実油を使用しているんだぜ。平日ランチメニューです。11時30分から15時までで、食後コーヒーサービスがあります。ヤンウェンリーと同じ紅茶派のウプ主でも、サービスならコーヒーでも飲むんだぜ。ウプ主にそんなこだわりありません。メニューは注文後に持っていかれてしまったので、外のメニューを撮影しているんだぜ。国産湯葉と10割手打ちそば御膳、3300円。国産ミニうな重と10割手打ちそば御膳丼、3520円。和牛サーロインステーキ定食 100g、3300円、200g、5720円。松花堂弁当、2750円。天丼、1650円。天ざるうどん、1650円。若鶏唐揚げ定食、1210円。天重、2200円。海鮮漬け丼、1870円。本日煮魚定食、1980円。ざるそば、1320円、天ざるそば、2750円。どれも、なかなかのお値段なんだぜ。デザートも、あんみつ、748円、アイスクリーム、418円。抹茶お酢、550円もあるんだぜ。怖くて飲めそうにないんだぜ。注文してから、6分後に、茶碗蒸しが運ばれました。注文してから、13分後に、海鮮漬け丼、1870円が運ばれました。それでは、いただきまーす。むしゃむしゃ。ごちそうさまです。十分なボリュームで、大変美味しかったです。茶碗蒸しは、ぶなしめじ、椎茸、なると、胃腸です。柚子の香りがするんだぜ。定番の鶏肉は入っていなかったんだぜ。受け皿も、茶碗蒸しとスプーン用に、溝が掘られています。こだわっているんだぜ。海鮮漬け丼は、タイ、マグロ、ネギトロ、タコ、ホタテ、エビ、ワカメ、湯葉、ミョウガ、です。タイは、イケスからさばいたものと説明されました。そのためか、タイは新鮮だからか歯ごたえが違う気がするんだぜ。本当に。漬け丼のため、醤油をかける必要ありません。湯葉があるのも、珍しいんだぜ。味噌汁は、黄色い花、なめこ、ちょこっと豆腐です。菜の花なのかなんだぜ。お茶のおかわりも運ばれました。洗い物が増えちゃうんだぜ。お漬物も、大根、きゅうり、と。おお、これは手間暇かけてこさえてありますな。ほら、この人参の形、スターの形。なんか見覚えあるな。そうそう、私の知り合いが首筋にこれと同じ形のあざを持っていたな。の、星形の人参です。茶番が長いんだぜ。食後に、コーヒーが運ばれました。お子様のウプ主は、スジャータと砂糖を入れるんだぜ。営業時間は、11時30分から15時00分、17時00分から21時00分。定休日は、月曜日。お席料理もご予約受けたまわります。会計後に案内を渡されたんだぜ。早期ご予約に限り、1000円、2000円お安いんだぜ。イケスのエビが使われると説明されました。エビの命もお正月前までなんだぜ。テイクアウトも行ってます。なかなかのお値段だから、晴れの日に頼むんだぜ。それでは、アリーデベルチ。